皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回は Unity 入門編の第7回です。前回に続いてゲームのお宝となるアイテムにボルトでスクリプトを作っていきましょう。このお宝アイテムをこれから複製して数を増やしますが、そのためにこのアイテムオブジェクトに関する情報をプレハブとして書き出します。まずプロジェクトブラウザーでアセッツフォルダーを選択してからプラスアイコンをクリックしてフォルダーを選択して新しくフォルダーを作ってこの名前にプレハブと入力します。これでプレハブのフォルダーができました。次にヒエラルキービューからアイテムのオブジェクトをドラッグ&ドロップでプロジェクトブラウザのプレハブのフォルダーにドロップします。するとアイテムのプレハブができて、ヒエラルキービューではアイテムのアイコンが青く表示されます。これでアイテムのプレハブができました。プレハブはゲームオブジェクトに関する情報だけなので、プレハブそのものはゲーム上には現れません。そこでこのプレハブをプロジェクトブラウザーからドラッグ&ドロップでヒエラルキービューにドロップすると、このように新たにアイテム1のオブジェクトができて、シーンビューでは移動ツールを使って移動させると、このように新たにアイテム1のオブジェクトがシーンビュー上に現れます。このようにただの情報だったプレハブをシーン上にゲームオブジェクトとして表示させることをインスタンス化と言います。インスタンスというのは実体という意味で、ただの情報だったプレハブをゲーム上に実体として表すことを言います。これがインスタンス化、つまり実体化です。ここでゲームオブジェクトを複数作るだけであれば、プレハブを作らずにこのステージを作った時と同じく必要なゲームオブジェクトを複製すれば、たくさんのオブジェクトを作ることが可能ですが、ゲームオブジェクトの場合、インスペクタービューで表示されるさまざまな特性、機能に関する情報やスクリプトを修正する場合、複製したオブジェクトの値を一つ一つ修正しなければなりません。しかしプレハブの場合、プレハブからインスタンス化したゲームオブジェクトはインスペクタービューで情報を編集すると、その編集した情報をインスタンス化したすべてのオブジェクトに適用することができます。お宝アイテムや敵など同じ特性、機能やスクリプトを持つアイテム、キャラクターはプレハブを作ってからインスタンス化して複製すると便利です。プレハブをインスタンス化するにはプロジェクトブラウザーからヒエラルキービューにドラッグ&ドロップする方法と、プロジェクトブラウザーからシーンビューに直接ドラッグ&ドロップする方法の2つの方法があります。アイテムをもう少し配置してこのようになります。
これで今インスタンス化した5つのアイテムオブジェクトができましたので、この値を少し修正します。このようにアイテムをランダムに配置してインスペクタービューで各アイテムの Y の値をすべて 0.5 に合わせます。これでアイテムオブジェクトの Y の値がすべて 0.5 になりましたので、さらにヒエラルキービューでプラスアイコンから空のオブジェクトを作成して、このオブジェクトの名前をアイテムズと入力して、このアイテムズのオブジェクトにアイテムオブジェクトをドラッグ&ドロップしてまとめます。これで5つのアイテムオブジェクトがアイテムズのオブジェクトにまとまりました。プレハブは通常は直接編集することはできませんが、プレハブモードにすると直接編集することができます。プレハブを選択してインスペクタービューでプレハブを開くをクリックします。するとシーンビューがプレハブモードに切り替わって、インスペクタービューでプレハブを直接編集することができます。通常の編集画面に戻るときにはヒエラルキービューのこの三角の矢印をクリックして通常の編集画面に戻ります。次にプレイヤーとなるボールとアイテムの衝突判定の機能を追加します。衝突判定というのはゲームオブジェクト同士が衝突した時の処理のことです。衝突判定にはトリガーとコライダーの2つの種類がありますが、トリガーというのはオブジェクトの衝突の判定のみを行って、コライダーは衝突の判定と同時に物理的に反射するぶつかって跳ね返る動作を伴います。今回は衝突してそのままスルッと抜ける処理にしますので、トリガーで判定を行います。アイテムオブジェクトを選択してインスペクタービューのカプセルコライダーのコンポーネントでトリガーにするのチェックボックスにチェックを入れます。これで衝突判定がトリガーになりました。次にアイテムに衝突判定のスクリプトを追加します。インスペクタービューの一番下コンポーネントを追加をクリックします。そしてボルトからフローマシーンを選択します。これでフローマシーンのコンポーネントが追加されましたので、ニューをクリックします。するとマクロを保存するウィンドウが開きますので、マクロスホルダーを選択してファイル名にアイテムと入力をします。そして保存をクリックするとプロジェクトブラウザのマクロスフォルダーに新たにアイテムのマクロファイルが追加されました。それでは
このアイテムのマクロにスクリプトを作っていきますので、エディットグラフをクリックします。フローグラフが起動したら、余白で右クリックして検索欄にオントリガーエンターと入力します。そして上の 2D ではないオントリガーエンターを選択します。これでオントリガーエンターイベントユニットができました。これはトリガーの衝突があった時に処理を行うユニットです。次に余白で右クリックしてアドユニットを選択して、検索欄にコンポーネントコンペアタグと入力して、このコンポーネントコンペアタグをクリックします。これでコンポーネントコンペアタグユニットが追加されます。これは衝突した時に衝突した相手を判定するためのユニットです。あらかじめ相手にタグをつけておいて、タグがついていればトリガーの処理を行って、ついていなければ処理を行わないという条件を設定して、衝突する相手によって衝突時の処理を変えることができます。今回はプレイヤーであるボールにタグをつけて、ボールが衝突したら処理を行うようにします。タグの横の黒い欄をクリックしてプレイヤーと入力します。さらにこの後の処理を条件分岐するためにユニットを追加します。余白で右クリックしてアドユニットを選択して、検索欄にブランチと入力します。そして一番上のブランチを選択します。これでブランチユニットが追加されました。そして3つのユニットをこのように接続します。これでアイテムの衝突判定のスクリプトができました。次にプレイヤー側にタグをつけます。タグというのはゲームオブジェクトにつける目印のようなもので、この目印の種類によってオブジェクトが衝突した時の処理を区別することができます。ヒエラルキービューでプレイヤーを選択して、インスペクタービューのタグの欄、現在アンタグトと表示されていますが、ここをクリックしてプレイヤーを選択します。するとタグがプレイヤーになりました。次にプレイヤーとアイテムが衝突した時にアイテムが削除されるような処理を作ります。アイテムのマクロを選択してエディットグラフをクリックします。フローグラフを開いて余白で右クリックして、検索欄にゲームオブジェクト
デストロイと入力します。そして上から2番目のゲームオブジェクトデストロイ OBJ を選択します。このゲームオブジェクトデストロイユニットでゲームオブジェクトを削除してゲーム上から消すことができます。さらに余白で右クリックしてアドユニットから検索欄にセルフと入力します。そしてセルフユニットを選択します。このセルフユニットとゲームオブジェクトデストロイユニットをこのようにつなぐことでプレイヤーと衝突したアイテム自身が削除されるというスプリクトができました。最後に現在選択したこのアイテムのオブジェクト一つにだけ今回作ったスクリプトがついていますが、他のアイテムオブジェクトにも適用するようにプレハブの値を修正します。アイテムオブジェクトを選択してインスペクタービューでオーバーライドをクリックしてすべてを適用するをクリックします。これでプレハブからインスタンス化したすべてのアイテムオブジェクトにスクリプトが適用されました。最後にコントロールキーと S キーを同時に押してシーンを上書き保存してゲームをテストしてみましょう。再生ボタンを押してプレイモードにしてゲームをスタートします。そして矢印キーでプレイヤーを操作するとこのようにアイテムにぶつかるとアイテムが消えていきます。プレイモードを終了して今回は以上です。それではまた。